でも相手が一番そうだ。これ行こうぜ。マサ置いとけいいよ。金あったら出てくるよ。買った欲しいことにどうになった最近店員と仲良いんだよ。俺も同情者なの。ぶつけてくれるんだよ。今思ったら最悪だよ。どうすね。あ、あと月曜月かあれとか。朝行きましょう。ああ、なるほど。夕方までは。なんかすんだけど、なん観光客ですね。月かはうわーっと見るしね。だから土日で使うぐらい。このまたあのボンタブラあれ県のここにそのペロ誰だろ。テクボルテクボルあのあれあれ金貸し。ああそうちょっと来てない。来てないねあいつね。なんかなんか全然見えへんな。うん全然来てないね。今日は今日はね。今日あのおばちゃんは姉さん。姉さんは来てるよ。全然見えへんな、思ってな、みたいな、うん、こうな、こうしたらいたら、あの、白髪のロングやろ、うん、あの、水色みたいな、うん、この色みゲーム感覚、それが 0.5 円やるさ。ゲーム感覚 0.5 円でも出へんやろ、出へんやろ。出へんは出へん。あれはもうほんまに遊びやからな。でもゲームセンターでそれはのこれも2つください。どうぞ。
こっちの油の違いとかしら。ここで？うん。じゃあ2、3本いいですよ。2本ぐらいかかる。これはこっちも。ここに、ここで飲んだらえらいやろ。ゆっくりなんで。うん。ペース早かったらえらいからな。いいっていうわけだ。飲まなきゃいけないし。こんなの2人とかに捕まったら、なんかもう4本入ってんね。今度は買えないやん。このお釜行ってるんですか？あ？ここのお釜行ってるんですか？うん、そんなもん分かる分かる。あの辺にもあるね。あっこは今や最近もいけへんで、うん、もう渋谷のおさん、ここら辺のな、居酒屋とか、あの、うん、安心して遊べるから、うん、来ないですよ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 。最初はこの中に行ったんですよ。ほんとちっちゃいな、あいつ。これなんでちっちゃいな。全然違うな。全然違う。全然違いますね。これとこんぐらい違うんですよね。近いな。こっち。子猫がいるんですよ。子猫、まあ、子猫、子猫、子猫。かわいい。見てくださいよ。今、暴れたぶってるんですよ。あ、ほんまや。暴れたぶってるんですよ。ほら、暴れたぶってるんですよ。あいつらの遊び場なんですよ。それ、おんの？もう、もう生まれて4匹いるんですよ。4匹がよく壊しない。いや、俺ここにいつもいるんで。最近やね、だけどね。そうっす。